皆さんはブルアカのイラストっていいと思いますか？僕自身はシンプルかつ清涼感のあるアニメ塗りがすごい好きで、ブルアカっぽいイラストが描きたいなとずっと思っていました。実はブルアカはリリース当初にやっていて、その後一回やめてしまっていたのですが、最近またやり始めたこともあって、今回はブルアカのイラストについて考えてみようと思います。たまにご質問でも、ブルアカの塗りが好きなのですがどうすればよいですか？というコメントをいただくので、ブルアカの塗りが好きだという人はもちろん、逆にブルアカのイラストになぜか魅力を感じないという人もぜひ見てもらえればと思います。それでは今回の動画の目次です。1. ブルアカのイラストはなぜ魅力的なのか。 2. ブルアカ塗りを目指すなら知っておくべきこと。 3. それっぽくする方法です。ちなみに僕は小中高イラスト芸術全く興味なし、イラストの練習を始めたのは二十歳頃で、当時の画力はこのくらいでした。最近のイラストはこんな感じです。向かって左側2枚がブルアカ塗り、右2枚が普段の塗り方です。パッと見ただけでもだいぶ色味が違うことがわかります。このチャンネルでは僕が初心者から独学で上達する上で学んだことなどについて発信していきます。早速本題に入っていきます。1. なぜ魅力的なのか。まずはブルアカのイラストがなぜ魅力的に感じるのか、そしてなぜ魅力的に感じない人がいるのかということについて話をするために、今回やったことについて紹介します。今回僕はブルアカのイラストを描きたいと思い、ブルアカの公式のイラストやキービジュアルをこんな風に何枚か模写しました。まず簡単にブルアカのイラストを説明していくと、アニメ塗りだということができます。アニメ塗りとはアニメを作る時の色の塗り方で、わかりやすく言うと影になっている部分とそうでない部分がくっきり分かれているような塗り方です。これに色々な効果を加えているので、静止画にしても安っぽさを感じないというわけです。アニメ塗りと厚塗りの違いは別のところで話をするとして、ブルアカのイラストにはいくつかの特徴があります。一つ目は線画の数が少ないということです。少ない線画で魅力的にキャラクターを描くというのは非常に難しいです。それがまん丸なゆるキャラみたいなやつならともかく、少ない線画で可愛い女の子を描かなければいけません。加えて、アニメ塗りゆえ、色数が少ないということ、タイムラプスを見てもらってもわかりますが、色塗りは非常にシンプルで、線画に比べて時間も短いです。ここで言う色の数というのは、青や赤といった大まかな色のことではなく、例えば厚塗りであれば肌の色を微妙に塗り分けていきますが、ブルアカだとベースの肌の色、影の色に3色だけで構成されていたりします。線画と色のシンプルさを維持しながら魅力的なキャラクターを描いていくことがブルアカ風のイラストの難しさだと思います。またブルアカのイラストに向いていない、魅力的に感じないという人を何人か見てきました。そういう人は2つのパターンに分類され、1つは厚塗りが好きで筆のタッチを残したいとか、色を細かく分割していきたいという人であるか、あるいはもう1つはブルアカのデフォルメ具合が好みではないということも考えられます。特に厚塗りをしている人は顔のデフォルメ具合がブルアカよりもリアル系になることが多いので、ブルアカのイラストを綺麗だとは思うけど描きたいとは思わないという風になるのだと思います。逆に言うとアニメが好きだったり、二次元ならではのデフォルメ具合が好きな人はブルアカのイラストにドハマりすることが多いのだと思います。 2. 目指すなら知っておくべきこと。ブルアカのイラストがなぜ魅力的なのか、そして魅力的に感じない人がいる理由について説明してきました。続いてブルアカっぽいイラストを描きたい時に知っておくべきことをお伝えします。もしかしたらあなたが描きたいのはブルアカのキャラであってブルアカ風のイラストではないのかもしれません。その前に今回僕はブルアカの公式が出している設定集を購入しました。たまたま書店で見つけて即購入したのですが、今は Amazon でも定価で購入することができるので、気になった方は概要欄にリンクを貼っておくのでぜひ購入してみてください。さてこのアート本ですが、キービジュアルやスチル、キャラの立ち絵から武器の資料、ボツとなったキャラデザインなども見ることができて、ブルアカファンとしては最高の一冊ですが、ブルアカイラストで重要な色の参考にするときは残念ながらあまり役に立ちません。なぜなら印刷された段階でデータで見るときと若干色味が変わっているからです。もちろん実物としてイラストを見るとめちゃくちゃ感動しますが、ブルアカのイラストは最初からスマホで見ることを想定されているので、印刷されると透明感のようなものが少し欠けてしまいます。アナログ感が追加されるのでそれはそれでいいのですが、アナログの色を見ていたらブルアカの色には到達できません。例えばこれは本書の表紙を実物の本を見ながら僕が模写したものになりますが、元データの色に比べてオレンジや赤っぽくなってしまっています。ブルアカっぽい色調で塗りたいのであればデータを見ることをお勧めします。ちなみにこの模写はブルアカの最初の模写でひどい出来栄えだなと思っていましたが、目の大きさだけ修正すれば他はまあまあ近いと言えるくらいの出来栄えでした。ここからどうやって色味を近づけていくのかというと、自分の色と公式の色をスポ
ポイとして HSV 形式で公式と自分の色がどれくらいの差があるのかをひたすら調べていくということをやりました。このやり方は自分のお手本としているイラストレーターさんがいる場合にはおすすめです。裏垢の基本の色はこれと決めることは簡単なのですが、自分の普段の色選びとどう違うのか、どうすれば近づくのかというのを理解するとより応用が効くようになると思います。またもう一枚模写をお見せしましょう。こちらはキャラクターの立ち絵です。キービジュアルに比べると少しイラストレーターの個性が出ているように見えます。ブルアカのように大きなコンテンツになると参加しているイラストレーターの数も多く、立ち絵やイベントスチルなどはその人の個性が出てきています。逆にキービジュアルやアニメ PV などはアートディレクターの設計に従ってイラストによって差が出ないように調整されています。ここでお伝えしたいのは、もしあなたが特定のキャラクターが好きであったり、ブルアカのキービジュアルではなく立ち絵が好きな場合は、ブルアカ塗りがやりたいのではなく、参加しているイラストレーターの個性に惹かれている可能性があります。特に線画が強調されているキャラデザや、塗りがアニメ塗りではないキャラのイラストに魅力を感じる場合は、一度そのイラストレーターのイラストを見てみると良いでしょう。注意点の二つ目としては、イラストレーターの個性と作品のアートディレクションの方向性、どちらが好きなのかを間違えないようにするということです。3、それっぽくする方法。最後にブルアカっぽいイラストを描く方法と僕が実際にやってみて感じたことについて話をします。まず最初にお話ししたように、線画の数を少なくして的確なシルエットが取れていることを前提とします。この的確なシルエットを取る方法は、線画の新常識の動画などを参考にひたすら描いていくしかないと思います。ここからは比較的簡単にブルアカっぽくするコツについて紹介していきます。まずベースの色ですが、薄めの色を使うということです。もちろん濃い色で塗ってから後から調整しても OK です。この薄いというのにも種類があって、ブルアカの場合は明度が低く彩度は結構高いということが多いです。ここら辺は自分のイラストと比較してスポイトしてみるとよくわかると思います。ポイントの2つ目は、影を大胆に入れるということです。最初に濃いめにベースを塗って光を入れていくという方法もありますが、慣れていない人も多いと思うので、影を入れていく方法で紹介します。この模写ですが、髪の一影の部分はどこでしょうか？ここではありません。ここは二影でより暗くなっている部分です。一影は髪の毛のほとんどを占めている部分です。影を大胆に入れることは勇気がいりますが、特にアニメ塗りの場合、しっかりと影を使っていかないと安っぽいイラストになってしまう可能性が高いです。その上でポイントの3つ目としては、二影は必要がある部分だけを入れるということ。髪の毛はキャラクターの命とも言える部分なので、二影が少しあってもいいですが、服や肌なんかは極力二影を入れない方がブルアカらしいです。特に肌の質感を出すためにたくさん色を置きたいという人もいると思いますが、そうするとリアル感が出てしまい、ブルアカの清潔感のようなものが出にくくなってしまいます。二影は迷うなら入れない方がいいでしょう。最後4つ目のポイントは、光が当たっている部分に仕上げで主線を白飛びさせるということです。キャラクターの髪の毛の光が当たっている部分に着目してください。線画が見えません。これは光が強く当たっていることを表現しています。主線を飛ばすことはアニメ塗りではあまり行われません。なぜなら線がメインで構成されているイラストなので、線画を飛ばしてしまうとキャラクターがはっきり見えなくなってしまって、イラストとしての魅力が落ちてしまう可能性があるからです。ですがブルアカを含め最近のイラストの傾向として、明るい部分をしっかり明るくするために線画を飛ばして、また光が当たっている部分を真っ白で描くことも多いです。ブルアカ風のイラストにおいてこれを行うと、顔周りなどより強調させたい部分に目線が行きやすくなります。最後に余談ですが、ここまでブルアカのイラストを自分なりに分析し、自分なりにも描いてみた結果、この描き方を取り入れるかという話をします。個人的には毎回この描き方でイラストを描くのは厳しいなと感じました。というのも、ブルアカのキービジュアルに近いイラストというのは必ず背景があったり動いていたりして、シンプルながらもリッチに感じさせる工夫がちゃんとしてあるわけで、ツイッターで白背景で描くとちょっと物足りないなと感じてしまいます。そして背景をしっかり描くということも、ブルアカに関してはチーム制でやっているので、あのクオリティで維持できていると言えます。ちなみに公式アートブックではこのイラストを担当したのが誰かということも書いてあるので、興味ある方はぜひ見てみてください。そしてもう一つは、ブルアカの塗り方はブルアカ以外ではミスマッチになりがちという問題もはらんでいます。例えば僕はアークナイツのイラストをよく描いていますが、アークナイツにブルアカ塗りの要素で描いてみてもなんか違うなとなってしまいます。それはアークナイツが厚塗りのイラストがほとんどだからということもありますが、ブルアカの塗り方はブルアカのイラストに最適化されているということが一番の理由です。もちろん今回この塗り方やイラストを研究してみて得られたものは非常に多かったので、それらを取り入れた上でまた自分のイラストを描いていきたいと思います。特に意外にも
ブルアカのイラストは背景の描き方や背景とキャラクターの調和のさせ方などでも勉強になりました。ということで今回の動画の終わりの言葉です。ブルアカはやるのも描くのも楽しいということでした。この動画を作っている時にちょうどイベントをやっているということもありますが、個人的にはゲーム開発部のキャラがみんな可愛くて大好きです。このチャンネルでは初心者からの独学でのイラスト上達に関連する情報を発信しています。質問や感想などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。また、高評価やチャンネル登録などいただけましたら幸いです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。